はい、こんにちは。スタジオリバーサイドようこそ。ギタリストシンガーソングライターの竹下敦です。本日のサウンドチェックはこちら、ズーム社提供ズーム G2YNU F の8番ができました。 DZ リズムです。使用するギターは富士原製ストラトキャスターです。ストラトは富士原が一番音がいいと思ってます。あくまで個人的感想です。はい、ギターを手にしたらスケール練習から始めましょう。6弦3フレットを中指で押さえます。ゆっくり丁寧です。ここで中指に入れ替えます。なぜ中指に入れ替えるかというと、それは全く同じ音質にオクターブを奏で上げています。加工してみましょう。慣れてきたら3オクターブのスケール練習にチャレンジしてみましょう。6弦から1弦まで全て使うので達成感があると思います。ゆっくり丁寧に奏でましょう。はい、ここしましょう。はい、加工してみましょう。となります。はい、こういったスケール練習から得られるのはですね、この4本の指というのは、人差し指と中指が強くて薬指と小指が弱いものです。こういったスケール練習を繰り返すことで4本の指がバランスが整ってくるんですね。はい、こういう練習、はい、なかなかうまくいかないと思うんですよ。でもスケール練習やってれば必ずできるようになります。はい、ここからちょっと面白くなります。よく使うコード進行で E-A-D-C の循環コード、これをクソ真面目に、練習します。タイムイズマネー、時は金なので、ね、一生懸命練習して休む時は休みましょう。では行ってみましょう。となります。はい、次に5、4、3弦の、アルペジオに進んでみましょう。ルートを弾く際に前のめりになると間違えることが少ないでしょう。では行ってみましょう。このアルペジオうまくいかなくてイラってきた時のやつね。と奏でて、あ、ギターの響きっていいなってうっとりしましょう。そういう時間も必要です。はい、次に4、3、2弦のアルペジオに進んでみましょう。4弦の方が物理的に細いのでより繊細なタッチが必要です。ゆっくり丁寧です。
そしてこういったダウンダウンアップダウンダウンアップのピッキングを練習しているとこのようなフレーズが弾けるようになります。日本のグループでアースシェイカーというバンドがあります。モアという、ね、非常に美しい楽曲のイントロが日本の音楽を回す非常に美しいフレーズです。一弦にアクセントを持ってくると、弾きやすいと思います。ゆっくり丁寧に奏でましょう。イントロ兼ねた後ギタリストの、シャラさんがこのポーズを取るんですが、なぜ彼がそのポーズを取るのか理解ができません。しかし彼がそのポーズを取るとかっこいいのは事実です。はい。次にギターソロが弾きたくなると思うんですが、あなたのギターソロは誰も聞いていません。はい。私のギターソロも誰も聞いてはくれません。あんまりギターソロ最近入ってる楽曲ってないと思うんですよね。はい。それでは悲しいので学んでいきましょう。ここでファイナルカウントダウンという楽曲は一応してもね使えるので非常に便利です。ゆっくり丁寧に奏でていきましょう。いろんな要素が入っているので勉強になると思います。このギターソロを移調することが可能です。全く水平に移動するだけで移調できます。となります。オリジナルキーはここですね。となります。はい。そして非常に重要なお話です。それはですね、ギターを奏でる際に指と弦が離れている時間、これを極めて短くすることです。課題曲としてイングエムアムスティン広島のナンバーを簡単にしたものです。練習すれば誰にも弾けます。本日使用したギターは藤原ステスラントキャスターでした。こちらにテラフがあります。現在私は横浜にございます。シアミジック横浜校でエレキギターとアコースティックギターの講師をさせていただいてます。ありがとうございます。横浜シアミジックではボーカル、そしてドラム、ベース、そしてピアノ、
話し方、そして DTM、それぞれの講師がね、その道のスペシャリストです。何か道に迷ったら、例えば通信販売でギターを買ったんだけど、何をどうしていいかわからないとかね、そういったお悩みまで解決させていただきます。はい、こちらのテロップが出ますので、ぜひフリーダイヤルでお電話くださいませ。それではギタリストでシンガーソングライターの竹下敦郎をお送りいたしました。